ガモウ君平、ガモウ君平が、モウ君平、明和五年1768年から、文化十年7月5日1813年7月31日は、江戸時代後期の儒学者。天皇陵を統査して、三領子を表した、尊皇論者、解剖論者としても知られる。同時代の仙台藩の林史平や上野国の皇子、高山彦郎と共に、 完成の三鬼人の一人に数えられる、木は、優れたという意味。石品と波乱の人生を送りながら、中世二列の精神を貫いた。生は、天明八年、十七歳に祖先が、合津藩主、ガム宇治里であるという家伝、宇治里の子、ガム立タテ正が宇都宮から合津に、天保の際、福田家の娘を、身をものため宇都宮に残し、それから四代目が、 父の正恵というに習い改めた。君兵は、字で、意名縄秀美、通称は伊三郎。郷に修正案。下屋国宇都宮新国町、栃木県宇都宮塩端一丁目の生まれ。父は、町人、福田又たえもんで、油屋と農業を営む。祖母から祖先が立派な武士、ガモウジだと聞かされたとき、幼い胸は、 高なり感激よるも眠れないほどだった。しかし今は、町人の子で、どうにもならない、学問で身を立て立派な祖先に恥じない人になる決意を、した。六歳の頃から、近所の泉町にある延命院で、時の住職、領海予想の下で読書、終辞、四書五経の素読を学び、この折に筆写したガモウの、違法記が、今も伝えられる。訓平の読書好きは、 近所の火事の明かりの下、屋根に登って、読書をしたという逸話にも伝えられる。領海王将は、君兵九歳の折に死去するが、その後も延命院で修学したとされる。十四歳の時、鹿沼の住者鈴木石橋の霊託社に入塾した。昌平校で学んだ石橋は、当時二十九歳であった。君兵は、毎日、鹿沼まで三里の道を往復し、国史、古典を学んだ。 黒川の氾濫で橋が流されてもすっぱだかになって、溶かし、そのまま着物とげたを頭の上に乗せてふんどし一つで、かぬ塾の中を塾まで歩き、狂人と笑われるなど、生来の気候ぶりを発揮したが、し、石橋は、訓兵の人柄をこよなく愛した。塾では、太平記を愛読し、楠木正重屋に行やった吉佐田らの五代後天皇への忠勤に感化され、 金納思想に傾斜した。この頃、黒羽藩士の鈴木亀条件にも学んだ。君兵はしばしば水戸に往来し、水戸藩の金納の死士、藤田裕国と交わり、その影響を受けた。完成2年、1790年、23歳の時、高山被告郎を慕ってその後を追い、道の区を旅し、岐路、当時53歳の林士兵を仙台城下に訪ねた。 その際、紙幣は、君兵の名を知っていたが、君兵のあまりに粗末な身なりを見て、銭でも恋に来たのかと思い、落ちぶれ従者、その偶ざまさは何だと言って笑った。そこで君兵は、奮然とし、この山し、じじいめ礼儀も知らず存在ぶるなと怒鳴って、引き返したという、完成の貴人同士の出会いとして、有名な逸話がある。完成四年、七百九十二年、 今書二巻を表して、自閉を論じた。ロシア軍艦の出現を聞き、完成七年、1795年には、北辺防備の薄さを憂えて再び道の暮れの旅に、出た。キロ、合図で、先祖、ガモウジサと、カモウタテワキの墓に引退づいている。完成八年、1796年、三両子論述のために、京都に赴いた。完成十一年、 1799年11月28日、再び上京して、家人、小沢露ンの屋敷に滞在して、天皇陵、古墳を研究する。父、昭栄のもが明けた三十二歳の時、河内、山と泉、摂津にある歴代天皇陵をすべて実際に倒査した。きと、伊勢松坂の元織のり奈が訪れ、大いに激励を受け、佐渡島の純徳天皇陵を廃した。 この調査の旅において、友人である僧、領主の遺骨を携えて、天の橋立てに行き、日本海に散骨したという話は有名である。完成十二年五月二十四日、下屋に帰った。この時、市の鈴木石橋に挨拶に行ったが、みなりは粗末で疲労困憊していたという。調査の旅から帰京した後は、江戸駒込に塾を構えて何人かの弟子を抗議し、貧困と戦いながら、 共和元年、1801年に三漁師を完成させた。その中で古墳の形状を前方公園と表記し、そこから現在も用いられる前方公園墳の用語が生まれた。ついで、食官誌の編纂に着手した。文化四年、1807年、北辺防備を唱えた、不恵む抜きを表して、抜閣、若年寄水野忠明に献上したが、 幕府の警戒するところとなり、関門を受けて環挙させられる。文化七年、1810年、京江戸に移し、同年、食官誌を一部刊行した。江戸では、大学等、林十歳に、文教振興を兼議している。構想していた旧シリングのうち出版できたのは、三両誌、食官誌だけであり、それも借材を背負ってのことである。 文化十年、年、1813年6月、病に伏し、赤痢を併発して46歳で病没。現在の東京都台東区の林行寺に葬られた。明治2年、1869年12月、君平はその功績を称され、明治天皇の直命の下で、宇都宮藩知事、戸田多田友により、直政碑が建てられた、宇都宮市花房三丁目と東京谷中林行寺。 さらに、明治十四年、1881年5月には、聖四位が増位されている。宇都宮市では、加毛神社、1925年創建に祭人として祭られているほか、聖カートを示す石踏みが建てられている。また、加毛ウ平全集、東京出版社が1911年に出版されている。ガモウ平は、 しばしば単純な皇室至上主義者と見られがちであるが、必ずしもそうではない。共和元年、1801年の三領氏も文化七年、1810年一部観光の職官氏も対外的危機が迫るな、危機に対処可能な国家と国家機構のあり方を模索した営みであった。彼は、商工官総裁率、原水賢や名誉、藤田誘国から影響を受け、 水戸藩に代わって、制度史を編纂しようとしたのである。平田厚影は、君兵の友であり、水戸学の藤田裕国とは互いに、多大な影響を与え合う関係にあった。江戸では、極低馬勤の地遇を得ている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。